はい、皆さんこんばんは、たけです、今日もですね、昨日に引き続いてというか、これからずっとなんですけど、英語の勉強をしていきたいと思います。で、今回2回目はですね、昨日お話ししてました通り、発音について勉強していきたいと思います。発音っていうと、まあ基本なんでしょうけれども、まあどうしてもその日本人はとか、まあもちろん僕も含めてそうなんですけど、育った環境がとか、いろいろな理由で違うから、まあ日本人にはもう難しいんじゃないかって言われてるんですけど、まあ先生曰くそんなことはなくて、本当に基本的なことを理解して練習していけば、ネイティブと同じように普通に会話ができるようになるということでしたんで、まずその発音について勉強したことをお話していきたいと思います。で、まず英語の発音、フォニックスというらしいんですけども、まあ、日本語でいうところの、例えば日本語の場合だったらあいうえお、かきくけこということで五十音順ありますよね。で、このあいうえおというのが、例えばあというのはあというひらがなの名前で、それと同時に読み方、発音でもあるわけですね。いもいというひらがなで、いというこういいという発音ですね。うえおと。で、日本語の場合はこの読み方と発音がまあイコール一緒になってるんですけども、英語の場合はこれが違うらしいんです。まずそのアルファベット A B C D E F G で Z までありますよね。読み方としては普通にA, B, C, D, E, F, G っていう形で習ったと思いますけども、 Z まで。で、この A っていうのはアルファベットの A の名前であって発音とは違うらしいんですよ。 B も読み方、読み方というか、名前ですね。 C も名前で D も名前で、これを、まあ発音で言うと A, B、C はどうかな、 D は D っていう形で、名前と発音がそれぞれ違うらしいんですね。同じものもあるみたいなんですけど、で、それを頭に置いた上で考えた時に、例えば、ペンですね。ペンっていう単語ありますよね。普通のペン、PEN と書きますけども、これアルファベットの読み方で、読み方というかそのまま言うとP ですね。で、E、N なんですけども、パッと見た瞬間に、PN とは読みませんよね、皆さん。僕ももちろんそうなんですけども。パッと見た瞬間に、ペン。これはペンだっていう頭に認識して、ペンっていうふうに言うんですけど、それはなぜかというと、もう、中学校の時に発音をさーっとこう練習して、まあ、すぐに単語の練習に入って、これはペンです、ペンと言いますということで、ペンっていう頭に入ってしまったんで、その発音であったりとか、なぜこういうふうに発音してこういうふうに言うのかっていうのを理解する前に、ペンだからペン、レッドだからレッド、ベッドだからベッドっていうふうに教えてこられて頭の中に入ってるんで、見ただけでペンっていうのがわかるし、レッドというのが分かるし、ベッドというのが分かるらしいんですよ。でも本来の意味は、 P はアルファベットの P っていう名前ですけども、P とは発音しないんですね。プッ、プッらしいんですよ。で、E も、E とは発音せずに A で、N はん、んなんで、まあ、そのまま言うと、ぷ、え、ん、ぷ、え、んになるわけですね。で、なんとなく、ここまで聞くと分かるとかもしれませんけど、僕も、ああ、なるほどなっていうふうな感じで分かったんですけど、ぷ、え、んを、もうそのまま、ぷ、え、ん、ぷ、え、ん、ぷ、え、ん、ペン、ペン、ペンっていうふうな形になるらしいんです。で、同じように、例えば、
普通に読んだら、アルファベットで読んだら RED ですよね。RED。で、それがなんで RED なのか。で、R っていうのはすごく、まあ、L と R の発音の違いとか日本人には難しいっていうんですけども、僕も正直、Google で何回も、RR とか、ライト、右の、ライトと、照明のライトの違いをずっと言ってると、なかなかちゃんと認識してもらえないんで、普通に発音できてないんだろうか、できてるんだろうか、聞き取れるんだろうかっていうところの、すごく疑問なんですけど、これ、R ってもともとは、らしいんですよ。まあ、あーっていうか、舌を口の中の上とか下とか右横につけずに、そのまま、って発音するらしいんです。今のこう正しいかどうか分かりませんよ。できてるかどうか、今の自分の段階で、頑張って発音してるのが「あ」で、次に「E」ですよね。「E」ですけども「A」で「D」ですけども「D」と発音するらしいんです。だから「あ」「A」「D」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 って言って、まあ、短くすると「レッ」「レッ」となるらしいんですよ。ちゃんと聞こえてるかは分かりませんよ。自分なりにこれ言ってみたっていうわけなん で同じようにベッド、寝るベッドですね。ベッドもブッブッ、 B はブッっていうらしいんですけど、ブッエッデ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 ブッベッベッっていう風になるらしいんですよ。で、ここまで聞くと、あ、なるほど、だからそういう風に発音してそういう風になるのかと、音がそういう風に、発音してそういう風に聞こえるのかと。で、まあそれがそのまま、例えばまあ、初めての人に教えやすくするために、そのブエブエデブエデっていうことをはしょって、ブエデベッド、これはベッドですと、ベッドと読みますということで教えられてきたので、さっき言ったように、この発音 の、 意味、どうしてそういうふうに、まあ、英語それぞれの、名前と発音が違うと。で、並べて言って、一つ言うと、ブ、ベ、ブ、ブ、ブ、エ、ディ、ブ、エ、ディっていうのがつながって滑らかになって、ブ、エ、ディ、ベ、ディ、ベ、ディ、ベ、ディになるんだよということまで噛み砕いて教えてもらってませんよね。僕も教えてもらった記憶全くないんですよ。これはベッドだよと。BAD って書いて、ベッドと呼びますと。ということなんですね。で、ああ、なるほどという形で、腑に落ちました。よく考えたら、例えば、そう考えてみると、まあ、100% じゃないですけど、もちろんその微妙なアクセントの違いとか、微妙な舌の使い方で、聞こえたり聞こえなかったりとか、聞き取りにくかったりとか、違う意味に取られたりすると思うんですけど、例えば一番最後のエンド、 END ってありますよね。あれもアルファベットと END で、まあ、最後とか何とかの末っていう意味ですけど、アルファベット E ですから、そのまま言うとインドになりますよね。インディー、インディーとか、END、END っていう名前のアルファベットなのに、なんでエンドになるのか。そしたら、例えばさっきの、プエン、プエンの E の発音が A だっていうことが分かれば、例えば、インドじゃなくて、and、and。発音は正しいか分かりませんよ。何回も言いますけど。で、エンディング。で、例えばその英語を意味するイングリッシュでも、そのまま言うとイングリッシュ、 SH がシュですよね。 E、N、 N が N ですから。で、グー、G ですね。で、リッシュで、イングリッシュで、イングリッシュ、イングリッシュで、まあ普通に通じるとは思いますけど、でも E のところを例えば A、A って言って English、Englishって言ったら、お、なんか英語っぽいなっていう、自分なりに納得するような感じなんですよ。ですから、まあ、例えば、English、English。で、まあ、ニュアンスの違いというか、まあ、要するにちゃんと意思の疎通ができて、綺麗な発音というか、できるので
やできようと頑張って上達しようとするんだったら、あのこの発音のアルファベットそれぞれの発音の仕方で、を覚えることによって、例えば知らない単語が出てきた時に、例えばベッドっていうのは、まあ、もうベッドでもいいですけども、ベッド BED って書いてベッド、寝る、まあ布団っていうか、あのベッドのことだよっていうのが分かってるからベッドって聞いて分かりますけど、聞いたことない単語を聞いた時に、ん？今なんて言ったんだっていうふうに聞き取れないってよくありますよね。当然僕なんか普通に英語のビデオ動画見ても全く分かりませんし、なんでかっていうと、まあ、簡単な英語を言っててもそのつながりが分からずに聞き取れないっていうのもそうだし、知らない英単語も出てるかもしれない。でも例えば注意深く聞いててゆっくり喋ってる場面とかなんかで知らない単語が出てきても、まあ、もしくはまあ発音というか、もしくはまあ文字でもいいかもしれませんね。英語の字幕をなんて読むのかっていう時に、それぞれのアルファベットの発音が分かってて、こういうふうに発音する、つなげるとこういうふうに聞こえる、言うんだっていうのが分かってれば、まあ一発では無理かもしれませんけども、何回もこうやり取りとか練習をしていけば、あ、こういうふうに言ったんだ、意味は分かりませんよ。意味は覚えないといけないっていうか、使わないと身につかないのあれですけど、なんて言ったのかっていうのは聞き取れるようになると思うんですよ。ベッドをベッドって言ったんだなっていうのは聞き取れると思うんですね。ベッド正しいかどうか分かりませんけど、何回もですけど、それでそれをつなげて、今なんて言ったのって聞き直してみたりとかして、いやこういうふうに言ったんだよってゆっくり聞いて、どういう意味って聞いて、こういう意味は別の言葉に置き換えて言ってくれたりすると、ああそういうことかってことで、同じような意味で例えばこういう言い方もあるんだなっていうのも勉強できると思うし、聞き取れることができれば、ある程度単語っていうのは、まあこれはもう練習というか、まあ、覚えるというか、こうある程度こう自分が触れて使うようになってくれば覚えるでしょうし、まあ、一生懸命覚えなくちゃいけない、短期間に覚えようと思ったらやっぱそういうふうな作業も必要になると思うんですけど、スペルと意味さえ分かってれば、例えばなんて発音する、 なんて分かんなくてもベッドっていう単語を知ってて、ブエディって言うんだっていうのが分かってれば、ネイティブの人が なんとかベッドっていうふうな発音で話しさせても、あ、ベッドのことを言ってるのかなっていうのは聞き取れると思うんですよ。それはどの単語にも言えると思うんですけど、だからバカにしてたというか、やっぱりあ、なるほどなと思ったのが、だから聞き取れなかったんだなとか、だからそういうふうに聞こえるんだなっていうのが腑に落ちました。で、まあ、何日かはこの発音の講義が続くらしいんですけども、本当に目から鱗、なるほどなっていうところだったし、自分で聞いてみて自分で言ってみて、一部かもしれませんけど、あ、そういうふうに言った方が、まあ、英語っぽいなとか、英語っぽい聞こえるなっていうのが自分の中で納得して理解できたんで、単純な、なんていうのかな、発音の練習になるかもしれませんけど、勉強になって身についていくんじゃないかなと思います。明日もまた発音、まあ、しばらく発音のことについて、発信していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。なんていうのかな、See you tomorrow.